こちらは神戸市総合コールセンターです。この通話はサービス向上のため録音させていただきますのでご了承ください。お電話ありがとうございます。神戸市総合コールセンター川崎です。先ほどお電話した時の淡井圭介というもので、ちょっとお名前を忘れたんですが、女性の方が先ほど電話出られたんですが、淡井圭介というもので予約の仕方について聞いてたものなんですが、ちょっとご確認していただけますでしょうか。ちょっと遅れた他のお電話に出ておるようでございます。こちらで代わりに内容を聞いてお答えさせていただきたいと思うんですけども、何か予約の方法をご案内してたんですかね。予約あそうです。でちょっとまあ、予約はできたんですけども、はい、そのちょっとまあ気づいたことがございまして、その話していた内容を私の、まあ、YouTube の方で公開させていただきたいんですが、まあ、許可 の、 その申し出でお電話かけさせていただいた次第です。その閲覧してるページなんですけども、はい、結局お出かけ神戸のところから、はい、その検索ワードを、北進間を空けて、法律というワードを入れなかったら、画面のところに見当たらなかったんですね。北進区役所総キーワード入れる前には出てないっていうか、はいはい。でこれ、はい、他のところの役所さんとか、まあ、一般企業の方たちのところも同じだと思うんですけども、まあ、僕のホームページも同じなんですけど、これいろんなことを増やしすぎて、欄がたくさんいっぱいになりすぎて探しにくくなってると。でこれね、できればその一番最初にそのやっぱり法律関係でこう慌てるというか急いでいらっしゃる方って多くいらっしゃると思うんです。だからまあどちらかというとその法律関係のところが必ず画面に来るようにこうもし設定できるのであれば、まあホームページそういうふうに設定していただきたいなと、まあそういうふうな内容を、まあ請願法の陳情という形でまあホームページの方で、公開させていただきたいなと思いまして、まあ、先ほどのお電話の内容と合わせて、でよろしいでしょうか。そのホームページ、今お電話口の方 の、 ご自身 の、 ホームページとか YouTube か何かでっていうことですかね。あそうです。一応まあその議員さん関係とかでも、まあ、私淡井圭介というものなんですが、まあ私のことを、ご存知の方たち結構いらっしゃいますので、まあ、やっぱりこういうことって扱っている人じゃないとなかなか気がつかない、こう扱う側の人、その申し込む側の人の立場にならなかったらわからないっていう部分あると思うんです。で、まあ、使ってみて、まあ、こういう状況でしたということで、まあ、上の方に話、どうしたいなと思ってるんです。上の方にっていうのは淡井様は議会の方、議員様ではない方で、市民の方ということでそうです、そうです、一般人の方です。それでご自身の方で SNS でこういう風にした方がいいんじゃないかって発信したいけど、一応やり取りとかを公開とか公に、まあ、していいかという許可でお電話いただいているんですね。そうです、はい、はいはい、少々お待ちくださいませね。はい、申し訳ございません。ちょっと待ち時間間長いですが、まあ法律相談のその画面の件のことの詳細を述べてるんですが、そのまあインターネット上の予約の取り付けですね。で、例えば5月23日の、まあ、画面もあったんですけども、まあ、一応キャンセル待ちとかもあるんですけども、キャンセル待ちでその前日までにもだいぶ応募もしてますし、重複してるような欄がその次のページ次のページを押していった時に出てくると、
まあ、こういったことも現象として見受けられますね。だから、まあ、法律相談ぐらいは一番トップ画面に出てくるようにしといていただきたいのと、やっぱりこれ記録…申し訳ございません。はい、それではですね、今内容としてお出かけ神戸 のホームページ の最初にトップページ出てないとか、ちょっと使いにくいのをちょっと良くした方がいいんじゃないかというご意見の関係でということでしたので、はいはい、大変お待たせ申し上げます。こちらの私の方のコールセンターで判断しかねますので、市長室の広報戦略部、こちらのホームページの担当者に今すぐちょっとお電話つないで、こういう内容でございますということでつなぎますので、もう少々お待ちいただけますか。はい、お待たせ申し上げません。お待ちください。はい、おはようございます。淡井圭介という者なんですが、法律相談のところで神戸市のホームページで、お出かけ神戸までたどり着いた後、あと、まあ、検索ワードのところで、北進法律、まあ、間を空けてと、北進と法律の間を入力して、で、まあ、画面が、はい、北区法律相談の画面が出てきたん
ですけども、まあ、あと、あとで、あの、今、先ほど電話してる途中に、待ち時間の間に、ちょっとまあ、飛車の方までカーソルを持っていったときに、気づいたときに、あの、次の画面とか、ああいうふうなところを、まあ、クリックすると、まあ、出てきたりとかもしたんですけども、その、気づいたところとして、その、まあ、あの、私の YouTube でこの喋ってる内容を、あの、まあ、公開していいかどうか、その許可がいただきたくて、まあ、お電話かけさせていただいてるんですけども、その、まあ、できればその法律相談とかってこう急いでいらっしゃる方たちが多いと思いますので、まあ、あの一番最初の方の画面にこう出てくるような形にしていただきたいということで、これあの、まあ、僕のホームページもそうなんですけども、やっぱりこういろんなことが増えてくると欄がものすごく増えてきて、まあ、見る方の人たちもなかなか探すのをまあ大変だなっていうのは自分でも自分のホームページ作っていて思うんです。で、まあ、神戸市さんのそのホームページもやっぱり次 A の欄を押していったらこう次々こういろんなものが出てくると、でやっぱりこう数が多すぎるので、こうある程度こう、まあ、一般人の方がこう何か申し込んだりするときに、これ急ぎで早く、まあ対応しなきゃならないようなものを、そうですね、前の方に持ってきていただきたいなと。これ、あの次へ次へと押してるんですけども、次々これ、都道画面出てきますね。今、お出かけ神戸を開いていただいて、その検索画面のところで、帰宅法律相談と入れていただいて、検索された。あ、そちらはもう一応予約はできたんですが、まあまあ、あの今後 の、はい、そのまあ、対応の仕方として、まあ、そういうふうな機能がこの作られているホームページにあるのかどうか、ちょっと私の方でもわからないんですけども、まあ、そういうふうなところまた気づきましたので、まあ、あの YouTube にこの音声などを、公開させて、まあ、いただき、あ、問題ないですが、あ、どう、そうですか、どうもありがとうございます。ご協力ありがとうございます。はい、まあ他にも、まあ、気づいたところなんですけども、まあ、公務員の方たちだとは思うんですけども、まあ、もしかしたら人材派遣会社の方はあの最初に第一次的に窓口に対応されてるかもしれないんですけども、まあ、大抵のことはその喋ってる内容を聞いてもらった時に、まあ、大丈夫だという、その公文書公開とかそういった法律のことも含めてですね、政府の書類などに関して、まあ、基本的に一般的にしていただくようなもの、そういったものは、公開して良いだとか、まあ、先ほどのああいうふうな申し出とかも公開してもらった方がいいということを、まあ、従業員の第一義的に窓口に出てくる方にお伝えしておいていただきたいですね。その仕事の、まあ、仕方ということですね、そのマニュアルというような表現っていうのはちょっとあまり、まあ好ましくはないので、仕事の仕方という形でお伝えさせていただきますが、それとあとこういう動画を公開しておくっていうのは一つの記録作りであって、その検索ワードのところのその北進間を一つ開けて法律っていう入力って、これ
時間の経過とともにやっぱりずっと覚えておくことって不可能だと思うんです。ですのでやっぱりそういった内容も含めて、今回、お電話させていただいて、公開許可をいただいたと、まあ、こういうふうな、次第であります。淡井圭介本日、まあ、先ほど日付出ていたからいいですね、画面の方に。以上です。2024年です。